はい、こんにちは、116ウィンズです。もし最近のマリナーズ戦をご覧になった方いらっしゃいましたら、もしかしたらすでにお気づきかもしれないんですけれども、今 D ゴードンのセネーム、ユニフォームのセネームが数日前から変わっているんですね。で、それがこちらでして、今までゴードンとしか書いてなかったんですが、それがストレンジゴードンという記載に変更になっているんですね。というのも D ゴードンですね、9月4日より登録名を変更しまして、これまでの D ゴードンから D ストレンジゴードンと複合姓に変更しているんですね。で、突然出てきたストレンジって何なんだっていう話なんですけれども、このストレンジというのは D ゴードンが幼少期の時に亡くなったお母さんの名字でして、今回お母さんに敬意を表して登録名を変更することに至ったようですね。登録名を変更すること自体は MLB でもさほど珍しいことではないんですけれども、例えば BJ アプトンがメルビン・アプトンに改名したりですとか、あとはマイク・スタントンがジャンカルロ・スタントンに改名とか、決して登録名を変えること自体は珍しいことではないんですけれども、ただシーズン中に登録名を変えるというのは少し稀なケースかもしれません。で、これは私も最近知ったことなんですが、 D ゴードンの本名は実はデバリス・ストレンジ・ゴードンでして、今回の登録名変更はむしろ本名に寄せた形になるんですね。で、ドジャースにドラフトされてプロ入りした当初はこの本名でプレイしていたゴードンなんですが、ただルーキーリーグ時代にスタジアムのアナウンサーなどからたびたび名前を呼び間違えられることがあり、本人としても間違えるぐらいだったらもう D ゴードンと呼んでくれと変更した結果が、今までずっと続いていた D ゴードンという名前なんですね。彼がルーキーリーグでプレイしていたのは2008年のことなので、約12年ぶりに登録名を、まあ、一部ではあるんですけれども本名に戻すような形になったわけですね。しかし今回 D ゴードンが登録名を変更する理由として挙げられた亡くなったお母さんに敬意を表するためという理由は、家族を大事にするメジャーリーガーであってもなかなか登録名を変更する理由としては珍しいんじゃないのかなと思います。なぜ彼はお母さんに敬意を表したいのか、それは D ゴードンの壮絶な幼少期を知ればなんとなくその理由が見えてくるんじゃないのかなと思います。 D ゴードンは元メジャーリーグのピッチャーとして活躍したトム・ゴードンの息子であることは非常に有名な話かと思います。実はトム・ゴードンは4人の女性と計5人の子供を設けていまして、 D はそのうちの1人、高校時代の彼女との間にできた息子なんですね。で、トム・ゴードンは D の母親とは結婚せず、なんなら他の3人とも結婚しなかったようなんですが、トム・ゴードンがメジャーリーガーとしての夢を追いかける中で、 D と彼の母親は2人暮らし、まあ、シングルマザーの元で育てられたんですね。この生活は D が6歳の頃まで続いたんですけれども、その後お母さんが新しい交際相手を見つけまして、その交際相手が家に引っ越してくることになりました。これは後に D が我々の最大の過ちと表現するほど彼の人生に大きな暗い影を落とすこととなります。残念ながらその交際相手というのは D の母親に暴力を振るうような人でして、で、その家庭内暴力の末、 D のお母さんは D が7歳の時に亡くなってしまいます。まあ、その交際相手の主張としては事故だったということなんですが、まあ、銃撃によって亡くなってしまうという非常に悲劇的な事件が起きてしまいます。で、この事件が起きる数日前にもその交際相手は暴力を振るっていたようでして、で、それを見た幼い D はダンベルを持って止めに入るものの、さすがに大の大人の男性に対して当時7歳になったばかりの D では対抗することができず、 D はいとも簡単に吹き飛ばされてしまったようですね。そして D のお母さんが交際相手に対して家を出るように告げたところ、交際相手は D に対してこう問いかけました。お前も俺に対して出て行ってほしいと思っているのかと。 D はここでとっさにノーと答えてしまって、で、結果として2日後にこの交際相手の手によって D のお母さんは亡くなってしまいましたので、 D 自身長年自分のせいだと責めた時期もあったようですね。で、お母さんが亡くなった後はトム・ゴードンや D のおばあちゃんの手によって D は育てられまして、見事父親と同じメジャーリーガーとなったわけなんですけれども、ただこの家庭内暴力でお母さんを亡くしたという出来事は D の人生にも大きな影響を与えているようです。メジャーリーガーとなった彼はフラッシュオブホープというプログラムを立ち上げまして、このプログラムというのは DV 被害に遭った子供や家族を支援するためのプログラムなんですね。 D はかなりこのプログラム精力的に活動していまして、その背景にはやはり自分自身が家庭内暴力の末お母さんを亡くしてしまったこと、そして自分自身もまた家庭内暴力によって苦しんだことがやはり理由として挙げられるんじゃないのかなと思います。 D が以前幼少期について語ったブリーチャーレポートの記事の中では、 DV に苦しむ全ての女性を救うことができればいいのにと語っていることもありましたので、 DV 被害者を救いたいという彼の思いは本物だと思います。
このフラッシュオブホープ以外にも精力的に慈善活動を行っている D は今年ハッチ賞を受賞、さらに毎年のようにロベルト・クレメンテ賞にもノミネートされているような選手ですので、苦しんでいる人を救いたいという思いは非常に強い選手なのかなと思いますね。そしてその根底にはやはり彼のお母さんの存在が非常に大きいのかと思います。今回の登録名変更は D がどんな人物かをよく表した出来事なのかなと思います。 D ゴードンという選手は結構自分がやるべきと考えたことを行動に移すタイプの選手だと個人的には考えていまして、昨年イチロー選手が引退した後、新聞にイチロー選手への感謝を綴った全面広告を出したこともそうですし、また先月警察官による黒人銃撃事件を受け、マリナーズが試合をボイコットした際にはチームを代表するような形でこの国には深刻な問題があるとコメントを出していましたし、今回の登録名変更の件も彼がお母さんに敬意を表するべきだと考えたからこその行動なのかなと思っています。非常に彼らしい行動だと思いますし、こういったところが D ゴードンという選手が今まで多くの人に愛されてきた要因なのかもしれませんね。近年のゴードン、特にマリナーズに移籍してからのゴードンは怪我の影響などもあってなかなかチームが期待していたほどの成績は残すことができておらず、本人にとっても苦しいシーズンが続いていますが、今回の登録名変更を契機にお母さんへの思いを胸にぜひバウンスバックしてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。